蒋解析政権とは、中華民国における大陸時代の政権の一つ。中国国民党の蒋解析を事実上の指導者とした南京国民政府の意象。中国国民党は、中国共産党との国境合作を経て、1926年以後、蒋解析の指導のもとに北伐を行って、軍閥政権との戦いを続けた。だが、 急激な勢力拡大と共産党勢力の浸透は反響的な紹介席の支持者や経済界の不満を抱かせた。そこで1927年4月上海クルデターを起こして共産党勢力や労働組合の粛清を図り同年4月18日南京に南京国民政府を樹立した。紹介席はこれに反対する武漢国民政府を屈服させ、 1928年6月には、軍閥政府の根拠地である北京を陥落させた。1928年10月、小介席は、全国統一を受けて、国民政府主席に就任し、軍政綱領と国民政府組織法を定めた。これは、伊藤地国と行政、司法、立法、講使、観察の誤飲制を定めたものであった。だが、翌年以後、 蒋介石の方針に反対する勢力とホナイフンが勃発し、1931年5月には公衆国民政府が成立して蒋介石を脅かした。だが、同年の満州事変の勃発が若い機運を生み出し、1932年1月には南京国民政府は統一を回復した。蒋介石は主席の地位を林森に譲って、自らは 軍事委員長に展示、行政委員長に王朝名を擁立したが、実験は、蒋介石が掌握していた。南京国民政府成立後最初の10年は、第一次上海事変の影響で一時落葉に、疎開したほかは、南京にあり、関税自主権の回復や、配良改善などの平成改革や、 鉄道網整備などの経済基盤を確立して、都市の資本家や中間層の支持を固め、列強から認められる安定政権の確立に成功した。だが、内実は、農村部における共産党勢力の浸透は重大な脅威とされ、日本の侵略に対する自国の国際的信頼の低さから先安内後場外路線を打ち出して、国内各層の反感を買った。その後、 西安事件を機に、紹介席は、先安内五条街路線の放棄と、国境合作の復活を余儀なくされる。1937年7月に始まった、日中戦争は、12月13日に、首都南京の陥落を招き、政府は武漢、ついで重慶への疎開を余儀なくされた。この間国民賛成会。 国防最高委員会を組織して、小解析に全国陸海空軍統帥権を付与するなど、抗日戦争を指揮する体制を整備し、連合国から違い保権回復や軍事、経済援助を受けるなどの支援策を受け、1943年10月には、小解析を再び政府主席とした。だが、王昌明の離反と支持基盤である東部の喪失、急速な財政悪化と、 物資不足、国民党と共産党との反目と事実上の内戦再開など、統治の不安定要素も増加していった。1945年9月2日のポツダム宣言調印を機に首都南京を回復した小介石政権は10月15日に GHQ の命令を受けて台湾に侵駐し、10月25日に降伏式典によって台湾を編入した。 小介石は国境内戦を開始する一方、1946年の政権国民大会で成立した中華民国憲法を1947年1月に交付、1948年3月には第一期国民大会が招集された。これをもって燻政及び国民政府制度の終了と立憲民主政府による憲政確立が宣言され、 蒋介石が新設の中華民国総統、理想人が副総統に選出された。だが、内戦に不利とそれに伴う経済危機克服のためにほどなく、事実上の軍政に突入し、実態は国民政府時代と大きな違いはなかった。やがて、1949年1月21日に、蒋介石は総統辞任と理想人への異常を決断、4日後に、 政府の公衆移転を決断して南京国民政府はここに崩壊した。1949年4月23日に中国人民解放軍が南京を占領。10月1日に中華人民共和国が成立すると共産党による中国大陸支配が始まった。これを受けて2ヶ月後の12月7日に中華民国政府は仙台を決定した。ありがとうございます。